トマトソースを作ります。オリーブオイル、大体2分の1カップですね。で最初にガーリック1かけら分、入れます。ガーリックを色付けていきます。で最終的に後でトマトを加えて煮込んでいくんですけれども、その時はお鍋に移します。最初玉ねぎを炒めるので、お鍋で炒めるとすごい時間かかっちゃうので、最初はフライパンでいきます。ローリエ1枚いきます。玉ねぎを加えるんですけれども、必ずガーリックがきつね色になってから加えてください。この白いまま入れると何度か失敗しちゃったんですけれども、なぜか玉ねぎを炒めれば炒めるほど緑色になってきます。なんでしょう。少し焦げてきました。今これアルミなんですけども、普通のテフロンとか加えるって炒めると、もうここからあっという間に真っ黒に焦げるので気をつけましょう。で玉ねぎを加えます。これがだいたい中ぐらいのが1個半ぐらい、グラムでいうと400グラム、ちょい。も強火で炒めます。で、やはりテフロンでやるときは、玉ねぎがよく言う飴色じゃなくても、あっという間に真っ黒になるので気をつけてください。でこれが全体的にきつね色になるには結構時間かかります。お店で仕込むときは玉ねぎ6キロとかやるので、玉ねぎ炒めるだけでも1時間ぐらいかかります。で、ちょっと時間短縮のために、この分量で、炒めた玉ねぎがここまでなります。はい、で、これをまでいきましたらお鍋で、よくステンレスの薄いお鍋だと焦げ付きやすく失敗しやすいので、なるべくでしたらこう、厚手のお鍋にしてください。鍋に入れます。でこれが市販で売られているホールトマトですね。たまに100円とかですよ。でここにヘタが残ってたり、あとこれ芯を取り除いて、こう手でぐちゃぐちゃって入れてください。でレシピによっては種も取りましょうってなってますけれども、私はあんまり気にならないと思いますので、種でも入れちゃいます。で缶詰でこのホール丸ごとの状態のと、あとカットしてあるのとあるんですけれども、カットしてないので作った方が、仕上がりが美味しくなるような気がします。はい、で最後のソースも全部入れちゃいましょう。で火をつけます。でここからもうじっと煮詰めていくわけですけれども、カレーと一緒でこうお鍋の下が焦げてきます。ですので少し温まってきたらもう弱火にして、ゆっくりとよく混ぜながら炒めていきます。でお塩をちょっと入れます。でペッパー入れます。あとハーブを入れたりしましょうというレシピも、やはりオレガノとか入れたりするの美味しいんですけれども、これあくまでベースのトマトソースなので、あとはまた料理によって、そのハーブを入れたり唐辛子を入れたりしていけばいいと思います。
これでやはりお店で玉ねぎ6キロとかの分量でやると、ここからさらに 2時間ぐらいおおむね煮込んでいます。そしてこれを煮詰めていくと、こんな状態ですねになります。そうするとこれがですね、結構家で食べるにはもう何でしょう、 4,5 人前のパスタでいったら 4,5 人前の量になってしまうので、保管する場合にはなんか、何でしょうか、コップとかに入れてラップして冷凍庫にして1人前ずつしとけば、非常に便利だと思います。ここまで短縮短縮でやりましたけど、結構時間かかるトマトソースです。作り置きが非常に便利です、薄めてスープにしてもいいですし、リゾットにもなりますし、あとお肉を煮込んでも美味しくできます。これがベースとなるトマトソースの作り方でした。